皆さんこんにちは、コタパパです。いつものメンバーと一緒に、お送りしていきます。今日はですね、最近買った、完全ワイヤレスイヤホン、こちらの比較レビューを行いたいと思います。まあちょっと味付けが違うものになっているので、どちらがいいかって決めるのは皆さんだと思います。はい、ではそれでは行ってみましょう。レッツゴー。はい、ではまず1個目、アンカーから出ているサウンドコア、リバティエア2プロ、こちらとですね、もう一つがこちら、イヤーファンから出ている、イヤーファンエアープロ、この2機種の、比較をしていきたいと思います。はい、それではレビューをしていきます。まずですね、1番音質、リバティの方はバリバリのドンシャリ系です。バスドラの音とかが非常に綺麗に聞こえて、張りのある音を出してくれます。だからドンシャリ好きな方はデコイだと思います。それとは逆にですね、まあフラットな感じで音楽を楽しみたいという方にはイヤーファンをおすすめしたいと思います。リバティほどの、低音は出ないんですけども、ボリュームを上げることでその部分は克服することができているので、これはこれでありなのかなという気がします。ドンシャリあんまり好きじゃないんだ、楽に聞きたいっていうふうに思われる方はイヤーファンの方がいいかもしれませんね。それでですね、それぞれ星を5つ持っているとして、星何個かちょっとお話しさせていただくと、まあ音質に関してはリバティの方が星4つぐらいで、イヤーファンの方が、3つぐらい、低音を望まれる方はリバティの方を選択してください。じゃあ2番目、ノイズキャンセリング機能ですけども、ダントツでイヤーファンがおすすめです。前の動画でも残したんですけども、バリスタでコーヒーを入れても何も聞こえないというレベルの高さはちょっとどぎもを抜かれました。このノイズキャンセリング機能に関してはイヤーファンが突出して優れているだけであって、リバティの方も十分生活空間に馴染むほどの必要十分な分ですけど、比較した場合にはもうダントツでイヤーファンになります。ということで、ノイズキャンセリング機能についてはイヤーファンが星5つ満点ですね。で、リバティの方は星4つでなります。そして3つ目、外音取り込み機能ですけども、これについてはどちらもそんなに差がなく明瞭に外音を取り込むことができていました。
リアファンなんかはマイクが6つぐらいついていて、非常に綺麗な音で解像度も良かったです。これなら、コンビニで買い物をする時のレジの時とか、あとは電車のアナウンスを聞きながらなんていう時にはどちらも聞こえがいいですね。ということで、これに関してはお互いが星4つですね。4番目、イコライザー機能なんですけども、ここは、イヤーハンの方はイコライザーがついてないんですよ。なのでお話としてだけ聞いてください。リバティの方はですね、プリセットのイコライザーが22種類もありまして、なおかつその他に自分で自分好みの音にカスタムできるようにもなっています。私は今設定をロックにして聞いています。プリセットが多くて他にもいろいろイコライザー試したんですけども、本当に同じ製品なのにこんだけ違う音を出すのかっていうことでちょっとびっくりしたぐらいですね。はい、ということでここはお互い欲しいドローということで、はいはい、それではまとめていきましょう。はい、それではですね、まとめていきます。今日ご紹介しましたのはアンカーから出ている、サウンドコアリバティエア2プロ、こちらとですねイヤーファンのイヤーファンエアプロ、この2つをご紹介しました。お値段がですね、こちらのアンカーの方は13,000円で、イヤーファンの方は、約9,000円ですね。ここでまあ、4,000円の差があるっていうのはもしかしたらイコライザーがついていない分イヤーファンの方が安いのかななんて気もするんですけども、まあどちらも優秀で、いい音楽を聴くことができます。でですね、まとめとしては総合力で優れているのはこちらのアンカーの、サウンドコアのリバティ、ノイズキャンセリング機能に固執しないのであれば、こちらをおすすめします。リバティをおすすめします。いやちょっとノイキャンこだわりたいんだよねっていう方にはこちらのイヤーファンを、おすすめいたします。結論から言うと、私はドンシャリが好きなので個人的にはリバティ、こちらをおすすめします。まあでもノイキャンこだわるんだって方はちょっとお値段もお求めやすいのでちょっと試してみてください。これね、試してみて、これたばば嘘ついてんじゃねえよっていうコメントくださればまた検証したいと思います。嘘じゃないと本当に。はい、それではですね、今日の、比較レビューは以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。今日の動画見て、あ、よかったななんて思ってくださる方がいれば、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。
それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。